これ上とくろ巻いてるのは蛇でしょ。あ、そうですかね。ちょっとそのね、これね、あの物のべしのね、はい、この徳さんの勘だから 10種って書いてある徳さん、あ、はいはいはい、でこれね、あの伊勢神宮の方とか、はい、磯の上神宮の方なんかにも来られてね、はい、聞いてるんですけど、はい、これ分かる人いないんですよ、徳さんの勘だから。これが大変なんですよ。これあの玉、ね、はい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 、塩ひる玉、なんとかひる玉関係するんですよ、はい、でこれがなんかわからない、これわかる人いないんです、実言うと。徳さんの勘だから。これが物のべしのね、神宝なんですよ。これだけど、あれ銅鐸のあの縁についてるあれの形に似てる。あ、よう似てるね。これも甲貝の形に似てますよね。これ塩ひる玉、何ひる玉持ってるでしょ、でこれなんかね、このなんか、あ、やっぱり銅鐸の頭とか、銅鐸の雰囲気でしょ。そうですよね、これ。だからこれが物のべしのね、はい、結局あの徳さんの勘だから10種類のね、うん、神宝なんですよ。あ、だから今言ってる3種の神器ね、はい、剣とかね、まあ、あのなんとかの剣とか、そんなもんは新しい。あ、それまだ古いっていうことですか。物のべしの証明として、うん、だから神武よりも古いやつや、これは。あ、そうですね、神武から3種の神器ですよ。物のべしやから、これこんなんあるんで、これがね、いや、これ蛇ですよ。だからああ上にこれぐるぐるとぐる巻いてるのは蛇ですよ。これでこの後ろのやつが、うん、これはちょっとわからない、1,2,3,4,5,6,7,8本か、うん、まあ、これは何やろうな、これは例えば太陽、今言ってるその太陽の、太陽輝いてる、うん、あの、あ、あの、はは、18本とか8本とか、うん、なんかいろんなある中の同じような意味合いでつけてる可能性もあるし、あ、 それからそうやな、これなんか手裏剣みたいなね、うん、あ、あのほら、なんていうんですか、運命の歯車って言って、あの、東南アジアなんか行ったらよくあるじゃないですか、チベットとか。あそこら辺にこういう、うん、あのぐるぐる回す、あ、あるある、ぐるぐる、あの運命の輪みたいなやつ、あの、うん、それをぐるぐる回すと、あの参拝したことになると、はい、そうです、あの寺院の周りを似てますよね、これ。ああ、なるほどなるほど。その上にヘビロがとぐる、ヘビがとぐる巻いて乗っかってるっていう、うん、おお、面白いな、その発想おもろいな、可能性あるね。で、こんなん分かります？これこれ、これは何やろうな、これ、なんか分かる。これもだけど、やっぱりその銅鐸の頭とか、鳴らすのかな、近いんかな、それか、うん、何やろうな。これね、磯の上神宮の人とかね、伊勢神宮の人とかね、ええ、来はるんやけど、はいはいはい、分からへんって言わはんねん。分からへん。もののべ系の人でもこれが分からへんって言わはんねん。うん、ところがこれちゃんとあるんですよ、絵柄ではね。すごいね。これ知ってる人いないん。ようこんな絵柄集めてきましたね、だけど。ああ、これやっぱ調べてる人多い。これなんか下にあのアークの箱なんかあって、それの上にちょっと乗っかってるとかさ、なんかそういう装飾っぽい感じはするけどね。いやー、そのね、うん、なんか書いてあるんだけど、これ分かる人いないんでね、残念。これなんか何、これなんかどっかで見たよ。これはあれじゃないですか、あの奈良とかの、あの石船やったかね、岩船なんかで、昔これをなんかその、うん、まあ、天文か水の時間を測るとか、まあ、占いに使ったとか、そういう話がありますよ、ね、これ、銅鐸の形となったるよね、確かにね。うん、っていうか、これ岩船、石船やったかな、あの奈良にありますよね、うん、これ、あ、うん、あの坂船石。坂船石。あ、そうそう。そうやそうや。坂船石似てるわ。似てるというか、そのものそのものやね。そのものですよ。あ、本当や。うん、坂船石は酒を作ったとか何かしたとか言うてるけど。うん、って言うけど、あ、本当や。うん、本当は何に使ったかわからないんです。わからへん。だから僕が思うには占いにきっと使ってるやろなと。でもここから水を流すとやね、下の方に流れていってね。そうそうそう。だから、あの、下でずっと田んぼの方に通じてる、ね。あの時代かどうかわかんないですけど、水時計とかっていうのもあったですからね。ああ、なるほどなるほど。あ、そうかそうか。うん、だから時間とか、そういうものに関係したかもしれないし、だけど、おそらく占いちゃおうかなっていう。これがね、塩ひる玉、何とかいる玉ってあるでしょ、はい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 、で、これがこう書いてあってね、ここにね、はいはい、女院、生殖、生まれ変わりの象徴ということで、はいはい、これは埴輪ね。はいはい、埴輪にこうついてくるね、この潮ひる玉、なんとか玉が。あ、後輩としてついてくるんですか。いやいや、こういう考えと違うかなということで、こう書いてあると思う。あ、オス、メスっていう意味。あ、まあ、あ、そうか、オス、メスになるのかな。うん、だって昔から陰陽とか、うん、これ、そうやね、これ、水巴の、あの魂とか、二つ巴の魂とかっていうのは全部。ここ上が、これ、ちょっと眼鏡かけてないんで、行く玉でしょ。うん、で、弾痕や。で下がやね、これ
反ん死反玉中な、違うわ。マカル返しの玉、マカル返しの玉や。これだから女院や。性、うん、死じゃない。女性や。男性女性っていうのも性死でしょ。性死か。あ、そうか。だから性と死だから、うん、あの言ったら。昔のあの二極のあのこう曲がった魂がこう あのこうくっついてるのと、それと関連してる同じ考え方ですよね。だからこれまさに日本人のねこの根源 ね人間の根源ですわ。お前よこんなにこの物のべしは、でこの物のべしをね今ねこれいろいろ追求していくと、山岳修行の修験道に入るんですわ。縁の行者、あそう、縁のおずぬ、ああこれ2000年、はい、縁のおずぬにつながってね、縁のおずぬ、縁の行者の先輩、あまさにもうその何ちゅうのこの大峰さんにつながんね、日本の古神道につながんね。あ古神道、これらが大峰さん、どこにあるんですか。大峰さん奈良の和歌山の方の高野山とかのあの辺り、五郎川、あその辺りですか。あの辺りが、あじゃあ密教です、ね、この大陸のね、うん、あの一番根源なんです。あじゃあ地球の。あということはあれですよ、空海さんがチベットから持ってきたその思想の部分と重なってるということですよね。うん、まあ空海と重なってる、うん、空海と重なってる。だから今空海を調べてると大峰さんが感じてくるね。あ修験道の縁の行者、縁のおずぬ、うん、でつながってきて、うん、もう誰も調べてない分野に入り込んでしまったわけですわ。あのね、江戸島のね、あの 岩屋のね岩屋、そうそう、一番右と左とあって、うん、ね、右の方が不思議な空間になってるんですよ、右の方で2つなんか祀ってあるから、ああ何を祀ってあるのか書いてないんですよ。何祀ってあるのって聞いたら、はいはい、1つは例のあの要は、天照大御神、うん、いつも出てくる三本柱が出てくるんですよ、うんうん、でこっち側は何やねんって聞いたら、うん、空海さんも来てるらしいんですけども、うん、あの山岳信仰、アテルイとかないですか。アテルイ、アテルイ僕は知らない、知らないです。東北 のアテルイとかね、アラハバキ、ああそうそう、アラハバキ、アラハバキですよ。アラハバキかな、あこれはジムの子孫が言うてはったから。あそうなんですか、うん、あれは古いんですよ。だから古いんだ、大変なことない、ああいう洞窟類は。あいやでもその昔は洞窟に住んではったんや、宇宙人は。それにつながってくんねん。まあだからね、現地の人に聞いてもまあよく分かってないっていうか、分からない、なんか分かってる人いない、うんうん、そういう感じでしたわ僕は。そうそれであの説明文にもね、先に先端部分のその祀ってるとこだけ切ってカットしちゃった。ああその何を祀ってるか、そうそう、だからそこまではいろいろ説明ついてるのに、一番先端部分のその奥の部分っていうのはカットして説明何もない。ああ、ない、分からへんわ、ね、分からへんの、ああなるほどね、その辺に関係してくるんだ。そうそうそう、だからそんなやってる人おらん、漢字から見ても分からないです。だから縄文から石時代になってくるから。だけどね、そこの下にこういろいろ石像が並んでてね、そこにヘビロのトグロ巻いてるやつが、ね、3種類ぐらいあります。ああ、なんだ、あそこやっぱりあれや、物の部の物の部の大国主とか、そこら辺がやっぱり関係してる、物の部になってきてるんですよ。物の部がさらに遡るんですよ。あれかなり深いところまで行ってありますな。今日は面白い話聞いたな。勉強になりましたわ。いやいや、いやいや、もうあの、皆さん、ちょっとね、今ね、その、集中してはいかんからね、まあ、そういう、そういうヒントをあの与えていただける方は大いに、まあ、参考なんでね、ありがとうございます。勉強させていただきます。またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。失礼します。ビデオも楽しみにしてます。ありがとうございます。どうも。はい、はい、どうも。